なんで？ネットでも調べた。私は調べた。いろいろ調べたし、いろいろやったけどダメだから。鍵の人を呼んだの。でも鍵の人が想像以上に今すごい混み合ってるんだって。10時から11時の間に来るって言われたよ。私明日3時半出発なのに。つらする。本当につらすぎる。11時なんて来たら、すごいね、このタイミングで付き合ってって言われるの。鍵が開かないなんて今まで一回もなかったんだけど、やっぱあるんだよなこれ。明らかに鍵屋さんに頼んだ方が、はい、あの安いです。リモアですよ。10万以上しますから。そうよ、まだ9時なのよ。10時から11時の間ってどうする？10時から11時の間だよ。どうするよ。ねえ、元気出したい。ほんとほんとつらすぎ。そうだよね、最悪2時間待ちだよ。まずくない？みんな見てみる？どうやったら、なんで開かないか。今ね、どうしたら分かりやすい、どうしたら分かりやすい、なあ、うちかね。ほら、鍵が違ったらこれいかないからさ。これ以上ここで鍵やってんの。ほら、開かない。ここがつらーい。何これ、ほんとつらーい。両方とも開かない。だからナンバー違いじゃないって言ってるじゃん。ナンバーが違かったらこっちに行かないのよ。どうする、壊さないと開かないって言われたら。やばくない？買ってもらったばっかりなのに。最高じゃん。やばいよね。買いに行った方が早くないよ。みんな安心して。本当にいろいろ試したから。足で踏んで挟んでロック解除しても、上から乗ってロック解除しても開かないの。そんなことね、やるの。やるのよ。
やった上で鍵屋さん頼んでるの。どうしようもないの。最悪。おとなしく待つしかないのよ、鍵の人。めっちゃショックなんだけど。そうだよ、明日名古屋でドデスカですよ。6時から生放送だよ。こんなことしてる場合じゃないの。私本当に3時に起きなきゃいけないの。10時から10時、もう見てよこの悲しい感じ。ほらほら、一生開かない。どうするこれ。ほらこっちも、ほら一生開かない。この違いわかる？みんな、ほら鍵がロックされてるとここまでしか行かないのね。でほらこっちまで行くの。これで合ってるの、鍵。開かないよー。なんで開かないんだよー。辛いよー。ほら、そんなこと言ってたら電波もさ、弱くなってくるし。悲しい。そうなのよ。待つしかないのよ。もうこれね、多分ね、鍵の問題じゃないの、暗証番号の問題じゃないの。多分なんかね、こうバンってバンって上げるところのね、何かが引っかかってんだよ。できないんだよな。でしょ、オープンの位置までスライドしてるからね、開くの。開くのに開かないってことは、多分この引っ掛ける部分がね、引っかかってんの、どっかに。詰め込みすぎたのかな。大して詰め込んでないんだけど、一泊なのに。まずいよ。でも開かないと明日どうする。私すっぴんでドデスカになるんだけど。メイク道具、そもそもまずお風呂。まあ最悪いけるか。はあ、辛いね。長官に深呼吸って言われたわ。本当。どうする？だから10時から11時の間だよ。まだまだかかるよ。どうする？そう、そもそもさ、メイク落とせない。まあ、最悪、あれだよね。コンビニに行って買えばいいでしょ？でも違うのよ。え？どうする？インスタライブで言うことじゃないかもしんないけどさ、パンツとかもあるわけよ。いや、だからもうちょっと早ければ、本当に、ここの下に買いに行けたし、っていうかそもそもリモアがあったし、行けたんだけど、もうみんな鍵の話、鍵というかさ、番号は合ってるのよ。つらい。パンツもコンビニで、まあ最悪パンツもコンビニで買えるけどさ、ブラジャーどうするよ。ブラジャー、ブラジャーはさ、コンビニに売ってないんだよ。だからね、多分鍵の問題じゃなくて、なんていうの、開ける部分のさ、その部分の問題だからさ、鍵の問題じゃないんだよね。おい、誰だ、ブラジャーいらないんだろうって言ってるやつ。おかしいだろ。最低。
そうか、長官明日、明日よろしくお願いします。もうね、金具のところね、叩いてみたり押したり爪で上げたりペンで開けたりとかいろいろしたけどダメだった。プロはなんかできるんじゃない？プロに任せるしかないよ。悲しい、本当に悲しい。そう、フックがおかしくなってんの。鍵の問題じゃなくてフックがおかしいんだよ。どうしよう。爪はない。爪あるよ。うっす、そんなドライヤーで温めたら開くとかそういうのある？試してみる？いいよ、試してみようよ。よいしょ。ドライヤーで温めてなんかなったらもうまずくない？そんなことある？そんなバカな。ドライヤーじゃなくてドライバー？いや、ドライヤーの人みたいな、温めろっていう人いるんだよね。すいません。開きません。パチンで外れるところやで温めるの。そう、パチンで外れるところでしょ？ここでしょ？温めてもダメとか言わないでよ、望みを。ダメでした。残念。残念。でもドライバーでこじ開けるのもさ、なんかさ、嫌じゃん。てかどうするよ、明日どうやって持って帰るの？このスーツケース使えなかった。そうだよね、そこがあるよね。どうしよう。そうよ、おとなしく待つしかないんだよ。10時から11時のどっかの間まで。よいしょ。つらーい、どうしよう。みんなこういう時だけ見るよね。持ち込める店って今もうないよね。だからそうなのよ、本当に全てはホテルに着いた時に一回開けて出ればよかったんだよね。でも開けずに出かけちゃったから、で帰ってきたのがなんだかんだ遅かったから、もっと早く帰ってきてればやばいってなった時にリモに行けた。だってなんなら1時間ぐらい私一人で戦ってたもん。これは待つしかないね。だからね、番号少しずらしても開かないんだよ。そういう問題じゃないんだよ。そういう問題じゃない。確かにその時間に戻りたいね。そりゃなえるさ。まあ、泣いてたって仕方ないよね。しょうがないよ。そのこともあるよ。ゆかりでも食べよう。
名古屋らしくゆかり食べよ。そっか、まずホテルの人に、いやでもホテルの人に言ってさ、開かなかった時にさ、やっぱいろいろあるからさ、いいんだよ、鍵のプロに頼んだ方が。結果どうだったかツイッターに書くね。何する？10時までてか電話来るまで。ゆかり美味しいよね。ゆかり大好き。このスーツケースが開かない、明日ドデスカのネタになるかな。ネタになってくれたらいいや。で、あとめっちゃ美味しそうなポップコーン見つけたんだ。インスタライブやってんのに結果ツイッター。いやだってさ、インスタでさ、ほら鍵こうだったよとか言ってもさ、なんかちょっと違うじゃん、インスタって。美味しい、このポップコーン。塩バターポップコーン、え、めちゃくちゃ美味しいじゃん。なにこれ、最高な塩がすごい最高なんだけど。ホテルのフロントに頼んだら開けてくれんの？ホテルのフロントに言えばよかった。でもさ、もう頼んじゃったからさ。うん、ポップコーン大好き。うん、ポップコーン絶対塩わかる。塩の方が好き。いいのいいの、状況わかんない人、状況わかんないまま見といて。暇だな、誰か遊んでよ。キャンセルできるの？映画館いいよね。やっぱ東宝シネマズのさ、ショーポップコーンにバターかけるのが一番おいしい。ホテルの人ってそんなに何でもしてくれるの？何？今日の私が綺麗な理由がメイクしてるからって言った？確かに、インスタライブもピンでしかやんないもんね。
みんなフロントに売ってっていう。もういいの、頼んだから待つよ。今すっぴんじゃないよ、メイクして。今日もさ、もう今日もさ、めちゃくちゃ楽しい撮影してきたよ。多分みんなが喜ぶと思う。まあ来年2月ぐらいかな、みんなが見れるの。でも寒い中ちょっと頑張ってきたから、楽しみにしててほしい。うん、何の仕事でしょうか。名古屋の人すごい優しいんだ。ハムスターかも。うん、分かってるよ。だからね、ホテルだからね、鍵の人が来たらフロントまで降りる。ここ部屋の鍵ないと階数押せないし。お、もうすぐ修学旅行で東京行きます。いいね。お、青山静香もさ、ちょうどさ、ごめんね、今日の撮影は逃走中じゃないんだけど、この間逃走中のドラマパートの撮影してきて豪華だよ。なんかさ、いつも一人じゃん私、なんだけどさ、久々にあの指令室に2人ね、人がいて、久々青山静香が人と会話してるなんかね、大晦日っぽい感じでね、すごく豪華だったよ。ちゃんと監督もいたし、だって6、7年ぶりぐらいじゃない、人と会話したの。あそこでね、めちゃくちゃ人いたよね。月村聡さんもいて、来年ドラマあります。こんな感じで言うことじゃないかもしれないけど、結構何本かあります。楽しみにしてください。そんな数分前か。
いつまでのスケジュール？3日4日後のスケジュールが今入ることもあれば、半年先のスケジュールがあったりとか、バラバラだね。やっぱドラマとか舞台とか先にスケジュールが決まってるけど、バラエティがやっぱりね急だからさ。5分以上かかってるでしょ。え？私5分でこんな鍋出る？嘘だ。どうした？急に詐欺に遭いましたって人がいるんだけど大丈夫そう？私よりも辛いじゃん。スーツケース開かないとかそういう問題じゃな。まだ5分未満。そんなバカな、みんな嘘は良くない、みんな嘘は良くないよ。通貨ロマンス詐欺なんかすごそうだな。でもロマンス詐欺っていうことはこういうの感じ、騙されちゃったんだね。詐欺の人の話聞いてあげたいよね。めちゃくちゃ美味しいポップコーン。全然ロマンス詐欺の人来てくんないじゃん。すごい聞こうと思ってたのに。あ、この辺が痛い。あ、痛い。どうした？急にハンドサインの話し始めてる人がいる。どうした？痛い。この辺が痛い。塩が。夕食きしめん食べました。しっかり7時ぐらいに食べました。うん、しみた。自分が思ってるより食うの早いよ。ね、口内に塩ってやばいよね。確かに入れ物ごとがバッていかないと。食べた。うん、そうだね。嘘、タツさん見てた？気づかなかった。ドリカムのコンサート見てファンになりました。ありがとう。早くてあと30分だね、来るの。やけ食いって言われてる。
たい。今日コンビニで見かけました。話しかけられませんでした。さっきこのポップコーン買ったコンビニ、私今日コンビニってそこしか寄ってないの。じゃあさっきだ。そう、これコンビニに行ってたの。すごくない？名古屋のコンビニ。痛い、本当に痛い。ね、名古屋ってすごいよね。チョコラ BB？ そっか、チョコラ BB 飲めばいいんだ。開けるまではね、続けらんないね。とりあえず鍵の人が来るときに電話がかかってくるから、それまで待つしかない。ほんと口内炎が痛い、めちゃくちゃ痛い。鍵の人が素敵な人だといいね、ほんと。今年ね、年末年始結構意外と仕事ん？詐欺の人来た？そう、年末年始ね、意外とテレビに出てます。まあ31はね、ドスタもあるし、逃走中もあるし、1日はね、有吉の冬休みがあるし。有吉の冬休みもほんと5年ぶりですよ。5年前のハワイぶり。てか、まあ前回夏休みだったけど、冬休み初めてだし。うん、有吉さん自体も 3,4 年ぐらい会ってなかったな。全然会ってなくて、めちゃくちゃ久しぶり。
今回も沖縄に行きました。この状況になってから多分ハワイに行けてないはずですね。沖縄らしいですよ。うわ、うまかっちゃん食べたい。うまかっちゃん、高菜あるよね、高菜のやつ。おいしい、大好き。ラーメン食べたい。ラーメン、あ、私一発芸の時いないね。有吉の夏休みも冬休みもなんか人が入れ替わり立ち替わりだからさ、いる時といない時がある。うまかっちゃんってなかなか売ってないっけ？ドンキとかに結構売ってない？そういうイメージあるんだけど。まあ名古屋と言ったらスガキ屋だよね。スガキ屋か味仙の台湾ラーメンね。有吉さん、ほんとよく食べる。すごいよね。え、関東だと売ってない？関東にも結構売ってるけどね。それこそドンキとか。もう今年沖縄5回ぐらい行ってるよ。めちゃくちゃ行ってる。あ、ドンキにはスガキ屋持ってるんだ。え、エスカに高級なスガキ屋あるの？行けばよかった。じゃがりことラーメンのコラボってどういう、美味しい？それ、痛い。年越しそば、あ、今年年越しそばどうしよう。年内に届く、年内中に届くふるさと納税でそばってないかな、調べてみよう。おそばだから、そう、ふるさと納税しなさいって言われちゃったから、おそば、おそばってそば、あ、長野県ね、いいね、長野県のそば、はあ、そんなにいらないな一人なのに12袋絶対いらない、そんなにそっか、ふるさと納税になるとさ、24人前とかになってくるんだけど、どうしたらいい？15入り15袋28袋、56人前食べれないよそんなに辛すぎる。分かった、ふるさと納税じゃないなこれは。
でもね、あともうちょっとふるさと納税しなさいって言われたんですよ、税理士さんに。君ふるさと納税もうちょっとしなさいって。はーいって。そばパーティー業者だよね、こんだけね。あ、配るっていう手があるのか。日清そば、島根の出雲そば。ああ、いいね、いいね。そば。あ、ソハーになった。新潟のへぎそば、かわらそば、山口のかわらそば、茨城の常陸秋そば、富士そば。奥の細道っていうそば美味しいの？年越しそばに沖縄のソーキそばってありなの？そばだからいいのかな？てかさ、はい。年越しそばってさ、いつ食べるのが正解なの？私いつも迷うんだよね。なんかさ、年を越す前なのか、年を越して一個すぐに食べるのか、わかんないんだよね、年越しそばの正解。年越し前12時までに。だからその日の夜ご飯ってこと？でも夜ご飯は別で間食みたいなこと？夜食みたいなこと？もう31日中。夜ご飯だと早いの？香川県はうどん食べるんだ。除夜の鐘が、鳴る前ね。もうみんな年越す前だ。夜食ね。あ、夜食なんだ。夜ご飯でもあり、年越しちゃったそばになる。午後だったらいいのね。どん兵衛も美味しいよね。美味しいよ、わかるわかる。あ、大晦日飲んでるから締めで食べる。諸説あるんだ。年越し配信ライブはしません。そんな時ぐらいみんな休もう。休みましょう。そうなの？汁を飲み干すとお金が貯まるの？初めて聞いたんだけど。
わあ、わかる。どん兵衛のか、鴨だしそば一番おいしい。私も大好き。鴨だしのそばっておいしいよね。年末年始仕事ですよ。31まで仕事してますよ、私は。だから31まで仕事してるんだから、せめてさ、年越しぐらい休ませてよ。いいでしょう。三が日まで休ませてよ。そば湯好き。ああ、近所に美味しいお蕎麦屋さんがあるんで、と頼んでおくって最高だね。ああ、そういうのもありだな。ね、鍵でも10時から11時の間だから、まだね、12分、13分ぐらいあるよ。耳障りだったら聞かなくていいし、見なくていい。にしんそばってあんま食べたことないんだけど、ここ数年年越しそば食べ忘れてる。あるよね。あんまさ、やっぱ実家じゃないと年越しそばってなんか食べる。あ、でもどん兵衛でもいいから食べてたな、私。そう、スーツケースね、多分フロントまで持っていくことになると思う。中国では年越しは餃子を食べると聞きます。面白ーい。丸亀製麺でそば注文するの？丸亀製麺ってうどんのイメージなんだけど。そば配信になってる 確かに。お、緑のたぬき派も出てきた。どん兵衛派とたぬき派ね。どっちも違う味だよね。ちょっと緑のたぬきの方が甘い？甘いのかな？そんなイメージあるけど。どん兵衛30分くらい放置して食べんの？のびのびじゃん。いいの？それで。あ、お雑煮用の材料も買わなきゃいけなかった。みんなありがとう。でもそれどころじゃないな。まず引っ越ししないとだ。もうすぐ22時。鍵の人に来たい。どん兵衛の関西おだしが好き。でもお蕎麦はさ、関東のちょっと濃いめでも美味しかったりするよね。うどんはやっぱ関西風の方が好きだなって思っちゃうけど。そう、引っ越し年内だからね、すごいね、大変なの。今すごい忙しい、仕事と引っ越しで。お雑煮赤味噌派？赤味噌の地域って結構少なくない？全然赤味噌じゃない。アメリカは年越した瞬間に周りにいる人とキスするし、そんなバカな。さっきからキャリーケースのさ、
中の下着を気にしてくれるんだけど、どこで開けてもね、その危ないものが見えないようにはねするもんなのよ。だからね、どこで開けてもね、全然服しか見えないから大丈夫だよ。そんな大切なものをね、一番上に置いてたりね、なんか何かの拍子で見えちゃうような感じでは入れない。透明の袋に入れるわけでもなんでもないし、そこら辺ちゃんとしてるんです。私のカラー？ピンクラベンダーだよ。ピンクラベンダーでお願いしてる。抜かずに、色抜かずにピンクラベンダー入れてる。しょうがないじゃん、鼻は鼻炎なんだから。身長164だよ。鍵屋さんまだあと7分以上来ないと。7分経たないと絶対来ない。早くても。おせち今年食べないのかな？食べるかな？おせち考えてなかったな。数の子は食べたいな。私数の子大好きなの。数の子だけでいい。もはや。そう、早くて7分、遅くて67分かかる。つら。え？数の子食べたことない人がいる？本当に？数の子を醤油と鰹節に一味かけるのが美味しいんだよ。大好き。数の子、数の子探そう。数の子食べたい。あー、でももう年末に買った方がいいか、スーパーで。塩抜き、でも塩抜きめんどくさいって最近さ、塩抜きされたやつ売ってるでしょ、数の子。数の子しょっぱいか、したく塩抜きできてないんじゃない、ちゃんと。お正月しか食べないよね、数の子ね。一味、かつお節に醤油に一味、これが美味しい。七味じゃなくて一味。そう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 、水につける。Yeah.
つけとくんだよ。何回か繰り返さないと強いやつ塩抜きできないよね。あ、日本酒にぴったりっぽそうだな。七味と一味の違いは全然違うでしょ。唐辛子の一種類だけがさ、いろんなさやつが入って7種類ぐらい入ってるのが七味でしょ。一味ちょっと塩辛いくらいが数の子は好き。まあしょっぱいのが美味しいよね。確かにね。お雑煮もな、結局お雑煮もお正月に食べるけど、半年ぐらいすると 2,3 ヶ月ぐらいかするとまた食べたくなってね。お雑煮って言ってるのにね、全然違うタイミングで食べたりとかするよね。どうした？ピザシチューっておせちからだいぶ飛んだね。あともうちょっとで来るかな。確かに食べ物の話しかしてないかも私。餅ってさ、無性に食べたい時ずっと無限に食べてるけど急に飽きるよね。何なんだろうね。来てくれるかな。まだ来ないかな。餅は醤油一択だな。やっぱしょっぱいのが好きなんだよな私。マツコさん1回に10枚食べるの餅すごいね。え、つら。鍵じゃないんだけど今帰ったら奥さんにチェーンされてて入れない。何やったの？何をやったんですか？そんなことある？つらいね。あ、醤油に海苔も美味しいよね。10時だね。来ないな。まだ電話来ないな。
そうね、もう眠くなってきたよ。さすがに。どうする？これで開いたら。開きません。夏って気持ちいいよね。わかる。明日は3時起きだよ、3時起き。配達の人と逆に仲良くなる。ものすごく私さ、荷物頼むから毎日のようにさ届く時期とかあるのね。だから配達の人とすごい仲良くなるから、もうね、部屋番号も顔も覚えてくれてるから、エントランスとかであったりとかすると、あ、今日ありますとかって言われる。ありがとうございますつって、そこでもらっていく。優しいよ、みんな。本当にありがたい。そういうところ恵まれてるの。いい人たちばっかり。そう。なかなかね、でも郵便局のね、配達の人とね、あんまり顔合わせる機会ないんだけど、大和と佐川はね、本当にね、すごい優しいよ。大丈夫、引っ越してもね、その人たち変わらないんだよ。前回の家の時もね、引っ越しじゃないや、配達の人すごい優しかったんだよね。助かる。みんなそんなさ、なんかそういうのを期待するんだろう。ねえ、優しい人多いよね。
ら、みんなも言ってるじゃん。だから優しい人がいるんだよ。優しい人もいればそうじゃない人もいるかもしんないけど、優しい人ももちろんいるんだからさ。お風呂入りたい、お風呂入りたい。今日ゆっくり湯船に浸かるはずだったんだけど、疲れないなこの感じ。嘘、1分ぐらいで開けてくれるかな、このキャリーケースも。開けてほしいな。そうなのよ。で、10月にこのスーツケース買ってもらったばっかりのに、2ヶ月で何が起きた？ねえ、プロは早いよ。だからプロに頼んだ方がいい、絶対。そう、鍵はなくしてないからね。何回も言ったんですけど、鍵はね、開いてるの。多分フックの部分がね、引っかかってるから開かないの。だから鍵じゃないの、そもそも。確かに所さんのところ呼ばないとな。はなうるさいな。いいじゃん別に、自由にさせてよ。なんと50分ほど。もう11時に来る設定じゃん、それどう考えても。このまま寝れるわ。
もういいよ、鍵の話は。みんないろいろ試したっていう話をね、散々1時間前にしたばっかり。もういいの。M1 見てないんだよ。 M1 な、 M1 の日ドリカムのライブしてたからさ、見てないんです。あー、牡蠣食べたい。牡蠣が食べたい。今日牡蠣食べるかすごい悩んだんだよな。ね、さすがに30分くらいにね、ついてほしいね。わかる。ドリカムさんのライブすごかったね。全4回、大阪2回、横浜2回やったけど、全4回ちゃんとライブ見させてもらったけど、本当にすごかったな。楽しかった。生牡蠣美味しいよね。大阪城ホールに来た人もいる。美和さんはほんとすごい。牡蠣ね、当たったことないんだよね。スピリラかっこよかったね。ポン酢ね、ポン酢。確かに醤油よりもちょっとポン酢の方が好きかも、私も。先輩が10回以上当たったけど、うまさには勝てんって。すごいな。ポン酢も美味しいよね。わかる。確かにね、ポン酢って美味しいよね。でも広島と北海道だけじゃなくてさ、他のところの牡蠣も美味しいんだよ。携帯が鳴らない。あ、三重の牡蠣も美味しかった。三重も美味しかったし、仙台、宮城も美味しかったし、岩手も美味しいし、神戸のも美味しかったな、この間食べたの。なんだろう。あと何があったっけな、美味しいの。
あ、気仙沼も美味しいね。牡蠣食べ過ぎて高熱出たことない。20個食べたけど出なかった。大丈夫だよ。福岡の牡蠣ね、牡蠣フライもいいよね。サロマ湖の牡蠣確かに美味しい。通知に踊らされた。ああ、まあ生ガキ怖くて食べたことないって人もいるね。いいんだよ、怖い人は無理にして食べなくていいと思う。伊東島の牡蠣も美味しかった。確かにサロマ湖って北海道だよね。あー、いいね、牡蠣に徳島のすだちで、すだちポン酢だ。最高じゃん。牡蠣食べたいな。今すごく牡蠣の口になっちゃった。確かに23時節濃厚だよね。私もそう思う。何食べよう。お刺身も食べたいし、海の幸がちょっと今食べたい気分だな。やっぱさ、年々さ、お肉とかよりもさ、あっさりしたものが好きになるんだね。不思議。確かにちょっと寒いところ地域に行って海の幸食べに行くのありだね。食べたいな。青蛇口からお湯出るの怖っ。大丈夫？やけどしないでね。わー、カニクリームコロッケいいね。好きよそういうの。あれ、ついにコメント止まった説あるな。ああ、ついに止まった説あるな。こっちで見なきゃじゃん。よいしょ。お鍋ね。
ケガニ、うん、23時超えるパターンさすがにないと思うんだけど。だって22時から23時の間に電話するって言われたもん。キムチ鍋美味しいな、それ絶対。でもカニもいいよね、やっぱね。フグ刺し、そう、フグもねいいなって一瞬思ったんだよ。お腹空いてきたね、わかる、はあ、ポップコーン食べたばっかりなんだけど。もう前髪邪魔だな。ほら、早くこの鍵を開けてくんないと。配信してる iPhone の充電がなくなっちゃうよ、切れちゃうよ充電が。ね、困るでしょ。他に食べ物あるよ。でもこのまま食べ続けるともう太っちゃうよね。ちょいちょいっとね、すぐ直してくれると嬉しいよね。もうもはやウーバーイーツしたいぐらい。夜食、うまかっちゃん食べたい、うまかっちゃん食べたい、うまかっちゃん食べたいな。
じゃあウーバーで鍵屋は頼まないよ。ウーバーでご飯だよ、頼むなら。うまかっちゃんってウーバーイーツできないでしょ。豚骨美味しいよね。豚骨いいね。眠たいよ、寝たいよ、お風呂入りたいよ。今日寒かったんだもん。寝たい。札幌一番も美味しいよ、もちろん。本当早く来てほしい。カラカラウオ大好き。急にごめんね。冬だけにしか出ないよね、あのカラカラウオ大好き。辛いやつ超好き。ラスト30分。あれ食べて次の日お尻死んだ確かに異常に辛いよね、カラカラウオって。まだ？もうポップコーンのさ、コンビニもう閉まっちゃってるよ、基本的に。本当に。
それ飽きてきたよ。そうなのよね。全然さ、遅い分にはいいんだけどさ、明日の仕事がすごい早いからさ、そこだけだよね問題。ねえ、サンジャ早いよね。いつも早くて困っちゃう。確かにとんがらし麺最近見ないね。あれ結構好きだったけどな、私。麺に唐辛子練り込んでるやつでしょ。好きだったんだよな。明日の仕事は朝6時からの生放送があって、東京戻って取材して、でもろもろありますまだ。明日一日ね、意外と時間かかるものいっぱいやってるんだよね。あらかゆい。ね、毎日朝3時とかだったらさ、そういう風に作れるじゃん、体のサイクルを。毎日じゃないから大変だよね、逆に。ほんとギリギリ23時になりそう。なあ、開かない。
確かにね、これでこう、これはこれで相手もショックだよね。今までの何だったんだっていう。こんなタイミングで本日プロポーズ大成功しました。プロポーズ成功してインスタライブ見てるの大丈夫？怒られない？おめでとう。理想のプロポーズとか全然ないな。何でもいい、ちゃんと考えてくれてれば。あ、もう再度貼らなくていいよ。前の鍵がうまく開かないんだろうね。すっごい隣の人はアクロバティックなんだけど、さっきからめっちゃガタガタ言ってる。大丈夫そう？来てほしい。何も鍵開かないのやばくない？付き合ってない女の子に送るクリスマスプレゼント、付き合ってない女の子にクリスマスプレゼント渡す機会があるんだ、すごいね。なんだろう、でもあんまりなんか重すぎない方がいいんじゃない？付き合ってないんだったら。あんまり高価なものもらっても付き合ってないんだったらすごいなんか気まずいかも。8年半付き合ってプロポーズ大成功、お互い21歳若っ。すごいね、8年半。何歳から付き合ったの？すごくない？花ね、お花ね、好きな女性もいればね、大して好きじゃない女性もいるから気をつけて。
じゃあお互い21歳だったら全然いいでしょ。だからお互い13歳だったんだよ。犯罪なのかな。でもさ、もうしょうがなくない？それってさ、花は迷惑と言われたことある。そうそうそう、そういう人もいるから気をつけて。入浴剤いいんじゃない。でもその人が湯船に浸かるタイプかどうかは調べといた方がいいね。いいんだよ、鼻が好きかどうか。ダメ？別に好きな人からお花もらっても、別にそんなにお花が好きじゃない人だったらそんなに嬉しいと思わないよね。そうなんだよね。結局何でも好きじゃないものを渡されても困るっちゃ困るよね。そりゃそうだよね、人だもん。本当に好きな人からだったらさ、何でも喜ぶってさ、好きな人からちょっと違うなっていうのももらって、でも何でも喜ぶって無理してない？それってどうなの？でもそう、お花が好きな人もいるから全然いいのよ。お花が悪いわけじゃない。相手が今何が欲しいかっていうのを察せられる能力を持つ人になりたいよね。あ、そうそうそう、もらえたことに対しては嬉しいっていう気持ちはもちろんある。そうそう、そういうこと。でも物は、うん、これかって思うよね。だから何でもいいわけじゃないよね。まあ何でもいいっちゃ何でもいいんだろうけど、そう言うと。くれようとする気持ちが嬉しいってことだから、ね、それは嬉しいんだけど、ってことだよね。わかる。すごくわかる。携帯の電波悪くなった。困るって。
電話が来るんだから困るよそれだと。お願い。なんで？携帯頑張って。私の携帯の電波頑張って。急に電波悪くなった。あと11分なのに。12分だ。困る。電波復活。来い電波。よし、来た。危ない危ない。うまくいかない。携帯が10分来るかな。電話鍵屋さんに電話したの9時前だよ。辛くない？9時前。いや、10分以内に来ないとやばいでしょ。さすがに。ワールドカップみたいに PK 戦って言わないでよ。気長いっていうか、普通に10時から11時の間にって言われてるんだったらさ、待つでしょ普通。それでさ、電話したところで、だって10時から11時の間って言ってるんですからって、悪くない？
ね、待つよね普通ね。だって電話したところで状況変わんないしね、そもそも。そりゃ怒らないわけはない、怒るでしょ、全然来ないじゃんってなるでしょ、相手には怒らないけどさ。もうそっちの充電 28% しか残ってないよ。なんで電波悪いな。そう、 iPhone の充電器はねスーツケースの中なんだよね。うるさいな。なんか変なコメント書いてさ、なんか読んでもらおうみたいな考えてるんだったら本当にやめた方がいいよ。人としてどうかと思う。壊れちゃダメだから鍵屋さん呼んでるよね。ね、確かに鍵屋さんもこんな時間まで大変だよね、ほんと。あと3分、確かにここまで来ないと思わなかったよ、私も。さすがにここまでかかると思わなかった。みんな刻んでくるね、あと2分半とか。混んでるんだって、今日予約でいっぱいだって言ってたよ、電話の時に。確かにすぐ開くといいよね。すぐ開かなかったらどうしようね。
確かになかなか開かない案件でもあるのかな。そうだね、あくまで目安。そうね、10時から11時ほどで到着いたしますって書いてあるんだよな。私確かに鍵必要、鍵を開けてほしいみたいなの必要になるのって夜の方がね、確率高いもんね、鍵なくすとかさ。そうよ、だってもう待つしかないんだもん、私は待つしかないのよ。何をどう言われても待つしかないのよ。寝れる自信がある、はあ、どうする、これで寝ちゃったら面白いよね。みんなすごい電話を勧めてくる。そうなんだよね、来てほしい時って意外と来ないんだよね。待ち人こず、本当だよ。でも電話しないと慌ててこないのってどうなの？よくないよね、それは。
面白いかこのライブ配信。ただただスーツケースの鍵を開けてもらうまで待つこの時間。なんでこの海外基準で何かを言いたがる人がいるんだろう。確かに斬新なインスタライブになったね。ないんじゃないなかなか。スーツケースの鍵が開くのを待つインスタライブ。ねえ、来ないね。肩こりが。まずい。
変な体勢でいたから肩こりがやば。ゆかり割ってから食べたくなるよね。麦茶美味しいよね。だってもうお菓子食べないとやってらんないでしょ。ねえ、来ないね。どうなるんだろうね、結末。ねえ、杉さん、つらいよ。もっと早く気づいてればさ、名古屋のリモアに行けたの。したらお金もかかんなかったはずなのに。つらい。ね、杉さんのスーツケース開かなくなったことある？あ、やっぱあるんだ。自分じゃどうにもできないよね、これね。鍵かけてない。鍵はね、鍵は開いてるんだけどさ、フックが引っかかって開かないの。でも開いたんだ。すごい。なんかね。充電器を借りてまでね、ライブ配信をしようと思ってないのよ。ごめんね、みんな、こんな堂々と言うけど。
ではねしようと思ってないの。タイヤも一応平らにしてガチャガチャ。よいしょ。来ないね。まあだって鍵開けながらそのフックこう無理やり引っ張っても開かないから開かないよね。なんでそのさ、来ない説をみんなちょっと唱えたがるわけ？だからもう2時間ぐらい前に言ってるんだよね。暗証番号合ってるの。いやいや言うて鍵変わってるよっていう人もいるけど、いや合ってるの。だってマックス行くんだもん。ロック解除マックス行くんだもん。ポップコーンからもう2時間経ってるからね。ねえ、そこまでなったことないでしょ。だからね、なんかやっぱちょっとおかしいんだよね。なんかなってんだよね。前もね、なんか開きづらいなって時あったんだけど、ガチャガチャしたら開いたから絶対開くんだけど、いいか、カズノコの話から1時間だカズノコの話からもうそんなに経ったの。
確かに開いても今度持ってくちょっとリモアに。まだガタガタ言ってるよ隣。すごくない？何やってるの？そうなんだよね。こんだけ待ったらさ、せめてすぐ開いてほしいよね。逆にね。会った時のままでいるのが衰退だしそうだよね。今日朝から会ってたもんね。杉さんパジャマ羨ましい。やばい、あと 7% だよ充電 iPhone の。そう、もう iPhone がもう無理ですって言ってる。鍵じゃないんだって。鍵は開いてんだって。もういいよ。バッドエンド。大丈夫、こっちが 88% あるから。ね、1000人以上がただただ私が鍵を開けてもらうのを待つという、電話が来るのを待つという姿を見ているだけです。だって電話したところでさ、来る作業員の人に電話できないもん。大元のところにしか電話できないからさ、そこに聞いたところで意味なくないでしょ。その来てくれる作業員の方の直接の電話番号知ってたら別だけどさ、その人に電話するけどさ、大元のさ会社に電話したところでさ、何時に来ますかって言っても分かんないじゃんでしょ。いや、もちろん経由してくれるだろうけど、経由して聞いたところで何になるの？だって早く来てくださいって言っても来れない理由があるから来てないわけでさ、意味ないじゃん。
案外 7% から減らないね、この10年。まだ 7% 残ってるよ、すごいよ、全然。ね、電池。